皆さんこんばんは。今日はバレエ音楽で有名なチャイコフスキーの眠れる森の美女よりワルツを弾いてみます。軽やかに舞踏会をイメージして弾けるととても楽しいです。いろんな曲を弾くことでいろんな音楽用語に速度記号、独譜に初見力も身についてきます。眠れる森の美女よりワルツ、ミュージックオン。チャイコフスキーの眠れる森の美女よりワルツでした。ピアノは立派なオーケストラ楽器です。エレクトーンもピアノもドレミの位置はすべて同じ。楽しみながら少しずつ弾いてみることでいろんな曲が弾けるようになります。明日も楽しいレッスンを。
皆さんこんにちは。毎日暑い日が続きます。今日はバレエ音楽でおなじみのチャイコフスキーの眠れる森の美女よりワルツを弾いてみます。眠れる森の美女とは誰のことかな。チャイコフスキーの眠れる森の美女よりワルツ、ジャズアレンジで弾いてみます。眠れる森の美女よりワルツでした。寝ていた美女もびっくり。眠れる森の美女とは誰のことでしょう。はーい、明日も楽しいレッスンを。